やっほーミニーだよー。今日はですね、なん GU 購入品を紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、坂道ファッションを通行で分購入してきました。で、坂道ファッションって勝手に私が名付けただけなんですけど、私服の選び方が本当に下手で、自分でねコーディネートを考えるのがすごく苦手なんですよ。でも可愛い服がどうしても着たいということで、私はいつも自分の大好きな坂道のアイドルの子が雑誌とかテレビで着てる服をチェックして、もうそれと全く同じコーディネートを買うことが多いので、今回はねそれを動画にしてみました。で、今日参考にした雑誌があって、じゃん、これは西野七瀬ちゃんが表紙の本の10月号です。で、この中で日向坂46の佐々木美玲ちゃん、ミーパンが GU コーデをね紹介するコーナーに出ていたので、その中でミーパンが着用していた2コーデを私も真似して買ってきたので、今回はねそれを紹介していきたいと思います。はい、で、服の紹介に入る前に一つだけ私の基本情報なんですけども、私は身長が163センチで体重が約50キロで、いつも服のサイズ M サイズ購入しております。では早速服の紹介していきたいと思います。はい、まずワンコーデ目はこちらです。はい、こちらです。まずトップスが包帯ブラウス長袖 AM っていうやつで、色が01番オフホワイトの色です。でね、一番の特徴がこのネクタイなんですよ。ここが最初はこうなっておりまして、自分で結ぶタイプになっています。で、ミーパンがですね、雑誌の中でこうネクタイっぽい結び方をしていたんですよ。なので私もそれを真似してみました。で、ね、今日初めてネクタイの巻き方をしたんですけど、難しいですね。私が調べた中で一番簡単そうだったのをやってみます。はい、まず両手に持ちまして、片方をね上からぐるーんと持ってきます。で、このまま一周してまた前を通過して後ろに持っていく。で、そしたら回ってる方をですね、下からこう入れる。下から通したらこの輪っかになってる部分があるので、そこに入れてあげると、はい、そしたらネクタイの完成です。はい、で、ミーパンはこの結び方していました。でも、ここの部分が自由に結べるので、結び方はね、いろいろその日の気分で自分でアレンジすることができるのでいいなと思いました。はい、でですね、素材はかなり涼しげな素材になっておりまして、9月10月まだまだ暑い日が続きそうなので、今すぐこの季節に着れそうな感じだなと思いました。で、あと特徴的なデザインとしては、この袖の部分がキュッと締まってるところですね、可愛いです。で、ここのボタンはですね、取り外し可能となっているので、暑くなったりしたらね、こうまくることもできます。はい、で、色の展開なんですけども、全部で3色ありまして、まずこのオフホワイトの色とブラウンとネイビーの色があります。はい、じゃあ次スカートです。こちらはフレアロングスカートかっこフラワー AM プラス E っていうものです。大型店限定の商品でございます。はい、で、長さが結構長くてですね、私163センチで M サイズ着てるんですけど、足首ちょっと隠れるくらいの長さでございます。はい、で、素材はですね、今着てるブラウスと同じような感じの素材で、結構風通しが良さそうな素材でした。なので、こちらも9月10月あたりに着れるんじゃないかなと思います。で、あとこれ可愛いのが柄でして、こんな感じでお花の色が2色になってて、黄色とねオレンジの可愛らしいお花が描かれています。このお花の色がすごく秋らしくて可愛いなと思いました。あとね、スカート自体ブラックなので、結構トップスが合わせやすいかなとも思いました。はい、で、こちらの色の展開は2色ございます。このブラックと、あとはナチュラルベージュっぽい色ですね。はい、じゃあこちらのコーデの全身イメージをご覧ください。2コーデ目こちらです。はい、これもねミーパンが着てたものです。はい、じゃあ一つずつ紹介していきたいと思います。まずですね、この中に着てるトップスです。こちらはオーバーサイズ T かっこ長袖 JN プラス E という商品です。私の色は01番オフホワイトの色です。こんな感じでね、自分の M サイズ着てるんですけど、かなりオーバーサイズでございます。今ニット着てるので分かりにくいと思うので、ちょっと一旦脱ぎます。はい、トップスだけだとこんな感じです。このね胸の下あたりでね、ワンポイント線が入っております。はい、で、あとね、スカートにインしないとこのくらいの長さでございます。私のねお尻が全部隠れるくらいの長さです。
でね、素材はですね、 T シャツなのでこう見た感じトレーナーっぽいなって思うかもしれないんですけども、そこまでね厚手ではないです。裏も起毛とかついてないですし、ちょっと肌寒いなっていう時に着るのがちょうどいいかなと思います。はい、で色の展開なんですけども、全部で3色ございます。まずはこのオフホワイトの色と、あとブラックとイエローの色です。他の色もね可愛かったんですけど、ね、ノンノのミーパンが可愛すぎて問答無用で私はこの色にしました。はい、次がこのベストです。こちらはアゼ V ネックニットベスト9というもので、09ブラックの色です。で、私ノンノ読む前に一回 GU に普通にいた時にこれをね試着したんですよ。で、その時に中にね割とピチッとしたトップスを着てこれを試着したら、んなんか自分に合わないなと思って買うのをやめました。でもね、中にこういうダボっとしたトップスを着るとこんなに可愛く着れるんだなというのを知ってもう驚きでした。で、素材なんですけども、ニットでございます。なのでこれ着るとめちゃめちゃ暖かいです。で、真冬になってこれにコート着なきゃいけないってなるとちょっと着太りしちゃって、あとコートも着にくいかなと思うので、9月10月11月のなんとなく肌寒いなっていう時期にこれだけ着るのがいいかなと思いました。で、あとこれ特にオーバーサイズとかじゃないんですけども、結構ダボっとした感じだなと思いました。でね、前と後ろで長さがちょっと微妙に違ってて、それもねおしゃれです。はい、でこちら色の展開3色ございます。まずこのブラックの色と、あとナチュラルっていうベージュっぽい色とオリーブの色がございました。はい、じゃあ次スカートです。こちらはプリーツロングスカート NC というもので、58番ダークグリーンの色を買いました。これもね、ミーパンがのんので着てたものです。このダークグリーンがですね、もうどこの店舗も売り切れてて、3、4店舗くらい探し回ってやっと自分のサイズを見つけました。はい、で素材はこんな感じで割とツルツルした素材でございます。でもね、あんまり風通ししなさそうなので結構暖かいです。で、長さは足首がちょっと見えるくらいの長さですね。はい、でこののんの先生によりますと、今までのプリーツスカートって割と大人っぽく着こなすことが多かったと思うんですよ。でもこういう感じで上にねロンティーとかオーバーサイズなニットを持ってくることによって、この大人っぽい割とカチッとしたプリーツスカートをカジュアルにね着こなせるようになるっていうことが書いてありました。すごく勉強になります。はい、じゃあこちらのコーデの全身イメージをご覧ください。ということで購入品紹介以上となります。もうね、可愛いミーパンと同じコーデを買えたことも嬉しかったですし、この服とかねコーデがねすごく可愛いので、この季節たくさん着ていきたいなと思いました。ということで今日の動画は以上です。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS もやっているのでよかったら概要欄から飛んでみてください。